えい、やばいやばい、待った。コメ編、シーズン46、エピソード2、いきますぜー。ギア、ギギア、アーライチョウ。Yo yo, I'm brother, I'm the human eyes, David. 機能的なちゃんのあれこめ変と運と運くりよくなると思う。豆に更新。Alright, then, let me hear you say hell yeah. Oh, hell yeah. I say, whoa, whoa, whoa. Alright, yo.はい。はい。というわけで、わ、わ、わですよ。OK, 行きます。エピソード2。OK, 次。ノブさん。ノブって書いてあるから、ノブさん。トーサミヤジンロックはいい思い出です。話は変わりますが、リミックスの曲にハマるとき、時があります。アライブとスーパーフィールのリミックスが特に好きです。各アルバムが出た後にリミックスのアルバムが出ていましたが、リミックスする曲やリミックスをされる方はどうやって決めていたのですか？また、EP でも、エッジプレイヤーですね。探偵団をね、リミックスされていましたが、リミックスを作るときに大変なことや難しいことは何ですか？うん。あのね、リミキサーをどうやって決めてたのかっていうのは、うちらで選んでた時もあったし、あとは、なんか事務所とかメーカーさんから、打診いただくこともあってね。まあまあ、普通の感じ。うん。はい。エッジプレイヤーで、探偵団、リミックスしたけど、うん、これね、わざとね、あれなんですよ。リミックスっぽくなくしたの。うん。こう、リミックスって結構なんだろう、こう、ループっぽいのがリミックスっていうなんか印象があると思うんだけど、ループなものがね。うん。だけど、そうじゃなくて、なんだろう、リミックスっていうよりかは、探偵団のロックアレンジって感じで、作ろうぜって感じで、作ったのよ、実は。うん。これ初めて言ったかもね。うん。なんか、面白いと思ってさ。うん。別に、その当時は、何も誰にも何も言われなかったけど、まあ、俺的には手応えありっていうね。うん。うん。まあ、そういうリミックスもあってもええやんっていうさ。だって、リミックスって自由だからね。うん。リミックスってもともと、スネアをちょっと下げたいから、その下げたバージョンを出すとか、そういうのがリミックスっていうことだから。そう。だから、いいんだよ。何でも自由。うん。ですね。はい。はい、ありがとうございます。ノブ、ありがとう。はい、次。書いてある名前。くぼっち。はいさん、はじめまして。SO は10周年の頃に、ジョジョの元ネタから知って、初めて聞いた時に、和邦楽らしからぬかっこよさに驚きました。札幌のラストライブは見に行けました。グローンキッズのラップの掛け合いがかっこよすぎて一人二役で練習しました。グローンキッズ制作秘話とかあればお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。グローンキッズ制作秘話はあんまりないな。うん。まあディギーのあれではないんだけど、私としては、ちょうどこのラップの掛け合いね。これは、ドリーマーズのさ、なんだろう、ラップの掛け合いっぽいのはあったじゃん。ちょっとオールドスクール的なさ。なんかそこを、踏襲して、やりたいなって、俺のパートだけはね、この、なんだっけ、この、2222とかだったっけ。その俺の22とかは、なんだろうね、ワイルドスタイルとかさ、なんかその当時の、その頃の、なんかラップの音程っていうかさ、
フローっていうか、それをあの踏襲しようかなみたいな、うん、そうドリーマーズもね、あのそういうイメージで作ってたから、なんか俺の中でグローンキッズってちょっとドリーマーズに通ずる何かがって、俺が何かがって言ったら何ってあれなんだけどやばいなこれねそうそう、まああの似た感じだなって思ったのよ、イメージ的にそうだから、あのそういうをね、あのそういう感じにしたよっていうのが、まあ秘話といえば秘話でございます。くぼっち Thank you、 また書いてちょうだい、はい、ありがとうございます。はい、次、あーこれはもうわかんない、はい、もっと伸びてほしい、これ278人半の伸びてほしいってあれだね、なんか再生とかそういうのがっていう言ってくれてるのね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、次、はい、来ました、質問のこうさんです。ハイさんが選ぶ SO の A 面曲ナンバーワンは A 面うん、あ、まあうん、まあ全部いいと思うけど、まああのウェカピポと言っとこう、やっぱ最初だしね、うん、音圧もすごいしね、はい、ありがとうございます、質問のこう、ありがとう。はい、次、あ、来ました、タスコ来た、なんかすげえ久々タスコ。ブルースの時のハイさんは見た目なかなかいかつい感じでしたね、そうして何より頭の形がすごい綺麗ですよね。これも278人半の、俺そんな頭の形自分ですごい嫌いですね。あのね、なんだろう、もっとね、ここがありたかった、この何、分かる人は分かると思うんだけど、キャップかぶるともうこう分かると思うけど、耳がこう隠れちゃうぐらいだから、この高さが欲しい。うん、ほんとこれ女子なんかどうでもいいだろうっていう感じで見てんだろうけど、男の人って結構わかるわかるって感じだと思うね。あとはこのちょっとだけこのポコって出てほしいね、絶壁気味っていうのがね、これはあるね。俺あれだったんですよ、あの中学があの坊主だったんですよ、中学3年間坊主中学でさ、そう、まあちょっとあのね、あのヤンキー地域だったんで、多分あのそうなっちゃったんだと思うんだけど、うちらの先輩方が悪すぎて坊主っていうさビーバップ世代だからさ、だからねみんな坊主だったの、だからあの友達とかの頭の形とかもみんなこう分かってるんだから、なんかおにぎりっぽいねお前とか、なんかさそういう話とかもあったりとかで、でも俺はねなんかこのちょっと絶壁っぽい感じだね、頭の形いいやつもいてさ羨ましいなって思ってました。はいはい、ありがとうございます、タスコありがとう。はい、次、お MC 来ましたね。久しぶりの元八幡のライブ最高でしたああ面白かったところはブラヒーブラヒーと叫び続けるハードガヤ、あ、これあれですね、あの習字ですね、うん、小安先生の三白眼、アンコールのコールが、アライニー祭りの三本でした。うん、三本でした。うん、あ、これね、この、これあれですよ。275に反応なんだけど、このライブは、すごい、あれですよ。俺ね、週に1回ぐらい、これのアーカイブっていうか、マネージャーさんが撮ってくれて、全部ライブは記録してるんですよ、そうデータとして。でそれ週に1回ぐらい見る。前はこれの前まではワイザイでやったライブとか、あとは宇都宮でやったライブとかをすごく見てたんだけど、
最近はもう このライブだけだね、うん、夜中見るね、うん、すっげえ酔っ払って見るね、うん、このライブすごい良かったのよ、うん、ハードガヤね、ハードガヤのあの修二っていうのと、あとはあのサチ君ってのがいいんだけど、これあのどっちも俺の先輩だからね来てくれるんすよ、本当にありがたいことでございますよ。まあ声がでかいよね、とにかくね、ハードガヤってだけあって、そしてあの MC してる MC よりもあのウィットがあって面白いから困っちゃうっていうね、こっちがねそういう特徴がありますね。はい、ありがとうございます。 MC ありがとう。はい、次、これはこれはあれですね、マスクドゴリラ、マスク、そう、このアイコンでわかる、1個目、うん、やってくれんね、ありがとうございます。これコロスケとかキテレツあたりから来るかと思いきや、藤子不二雄から来たから吹きました。これ279に反応、これあれか、なんだっけ、熊田薫のことかな、まあいいや、わかんねえ、うん、いや多分そうだと思う、うん、はい、ありがとうございます。はい、次、これは絶対に読めない、わかんないっす、すいません、学生時代からファンです、これも279に反応、ありがとうございます。長い、次で終わりにするか。もうね、最近このタイマーちゃんがちょっと電池をずっと買ってなくてね、なんかちょっと怖い音がするからね、電源を入れてないんですよ。はい、次、ペロちゃんね、ペロちゃんよ、編集ソフト変わったからなのか、ツイッターの沼トーク更新報告の動画も雰囲気変わりましたよね。あー、ハイさん今日も好きよ。そうなんですよ、そうなんすよ、もうそうなんすよね。あ、まあ、今、なんか、まあね、ご覧の皆様は分かってるだろうけど、字幕をね、つけてない。まあ、ね、忙しいからっちゅう。お店のこともあったりとかでさ、ちょっとそれで字幕つけてないよっていう話なんだけど。うん、まあ、そう。それで、ツイッターにショートトレーラーみたいなのもさ、よく、載せてたんだけど、それもね、やってねえっす。すいません。こうやってね、まあ、こうやって、マトーク撮れてる時が、時間がある時と思っていただければありがたいです。まあ、楽しいんですけどね。はい。やばい、長い。これ、はい、じゃあ、ペロちゃんで締め、2はね、2はね。はい、OK! 次に続く！ 3 に続く！